こんにちは、翔太です。今日もグラクラやっていきます。今日はですね、せっかくゲットしたシュナちゃんをレベルカンスト、超覚醒カンストまで、育ててみたいと思います。でまずはレベルをね、50上限まで上げてからの進化。ただね、素材がねちょっと少なくてですね、こうカツカツっすね。いいね、リムルじゃねえや、シュナちゃんの進化かわいい。心配無用ですが、かわいいです。はい、んでと、まあレベル60まで上限上げて、まあ先にねこっち覚醒をマックスまで一旦ちょん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 とやってあげーのして、はいはいはいと、まあ、まずはね普通の覚醒をマックスまでしてあげて、でまあ超覚醒の方を一回ちょっとね、シュナの超覚醒見てみましょう。うん、かわいい見上げておりましたね、一瞬の可愛かった。あんま見れてないんですけど、かわいいと。んでと、でまあ超覚醒はちょっと後にして、でこちらですね、必殺もコイン1枚はあるんで、必殺レベルを上げていきたいと思います。レベル2 珍しくコラボキャラでレベル2にしてるのは久しぶりというか珍しいですね。はい、でレベルをまあ一旦60まで上げて、心配無用です。大成功してる。まあ大成功だろうが成功だろうが超成功だろうが関係ないんですけど、とりあえずマックスまで上げてきますよと。でまあレベル60まで上限上げたんで、特殊戦技ね解放していきたいですね。でまずはちょっと装備見るか。いやこちらですね、 UR 装備。あーこれいいね、かわいい。そうこれもかわいいんだよね、これもかわいらしいですね。あーこれもかわいらしい全部かわいいな、いや全部欲しいな、全部欲しいんですけど、これね課金なんだね。セット販売は課金なんでね、ちょっと買えねえっすね。無課金でやってる僕にはちょっと辛いところではありますが、この機に課金したいところではあるんですが、課金せずにね、まあ今後もやっていくつもりなんでね、ちょっとここはね目の法要だけにしておきます。はい、まあ法要だけしてね、目の法要して焼き付けといて、で生物、あこちら素材まだないんでね、ちょっと集めてまたやっていきたいですね。なんでまあ特殊戦技やる前にと、まあレベル上げしてと、まあ65まで、今のところマックス65までにして、超覚醒していくと、あじゃあ超進化か、超進化してレベル70までにしましてと。で進化の組み飾りがねちょっと足りないんで、またちょっと調達してという感じですね。でと、特殊戦技解放していきたいと思います。シュナちゃんの特殊戦技は種族不明の味方が受けるダメージ量が 20% 減るという特殊戦技になっております。まあそれをねちょっと解放していきたいなと思います。でまあここら辺は多分ザコインでちょちょんと行ってほしいですね、おそらくね。リムルの時はちょっとビビったけどね、周りが強すぎたっていうのはあったんですけど、まあ、シュナちゃんはね相手がね狼だっていうことでね、そんな強くないでしょうか。で、まあ、必殺で、まあ、蹴散らしてほしいですね、最後は。んでと。
なんで俺こいつのステータス見たのかよくわかんないんですけど、まあちょちょんとやっていきますと。動かないでくださいね。桜攻撃。必殺ぶちかましていく。あなたを倒していたしましょう。アライメントフィールド。いいね。うん。必殺もかっちょいいじゃん。という感じで GG。まあサクッと特殊宣言をね解放してあげて、可愛らしい。とりあえず使いてえな。ちょっと可愛いキャラでちょっとね構成していきたいですよね。テンペストでは見たことない魔物。またこれあれ夢の物語みたいな感じになってるのかな。まあわかんないですけど。はいはいはい、シューラ敵の構えを解除していきますと。で、特殊戦技解放と。で、まあレベルを上げまして、でまたちょっとね素材ゲットしてきたんでね、そう素材をゲットしてきたんで、まあ進化していきましょう。レベルで75にしていきので、まあすかさずね強化して、もうすかさず強化ですね、シナちゃんは。でまた超進化した。やべ、素材がねマジで枯渇してる。素材が枯渇してきてる、本当にやばいっす。で一応レベル80までしてあげるのをして、でまた素材がなくなったんで調達してきますせと。はいはいはい、で素材調達したので、ですねこちらっすね、生物の素材もゲットしたんで、もうバチバチ作っていきましょう。カンカンとはエイルの杖ゲットし、これはねもう即装備してください。作ったら即装備っすね。着替えるしてあげて即装備して、うん、いいですね、輝いてんな。これさ、なんかこの武器あれみたい、昔のセーラームーンの武器みたい。セーラームーンわかんのかな、今の人。今の人セーラームーンわかんのかな、ちょっとあれ。心配無用です。はい。ジェネレーションギャップが生まれちゃうかもしれないけど。まあ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 。で、ですね、まあまあ、これで、素材もゲットしてるんで、まあ、超覚醒マックスまで行きますと。あ、ごめんなさい、また間違えた。超進化ね。超進化マックスまでしてあげて、レベル90マックスでいきます。で、そうですね。超進化もマックスまで、ゴリゴリやっていきますか。いや、超進化のコインも、これ結構減るんだよね、マックスまでやるとね。必殺レベルマックスにしてれば半分ぐらいあれなんかな、超進化コインは大丈夫なのかな、多分分かんないけど、まあ、半分までいかないけど3分の1ぐらいは節約できるはずなんですけど、まあ必殺レベルまだ2なんでね、超進化コインがねガンガンなくなっていくっていう感じですね。はい、いやー手厳しい辛いところではありますが、まあただねマックスまでしていきます。心配無用ですか。使うかは分かんないけど、とりあえずねマックスまでしてあげる。うん、そんな使わないかもしんないけど、とりあえず今回のコラボなんでね、ちょっとマックスまで育てていきますと。でレベルもマックスにしてあげて、完全体のシュナちゃんで、完全体ではないけど超大成功してあげて、はいはい、
まあ、こんな感じですね。コラボと。で、まあ、武器とか今装備結構適当、まだ全然適当なんで、東京はちょっと4万という形になっておりますと。で、シュナちゃん、いいね。これいいですね。神聖魔法は、ボイスも聞いてあげて、誰にでもその思いの強さに応えてくれるのです。とりあえず可愛いんで、可愛いですね。私たちにはやらなければならないことがあります。いいですね。というわけですので、ちょっとたまに聞いて癒されるわ。私に出撃許可をくださいませ。身長155センチ、体重は不明ですね。はい、聞いて、悲しみ、怒り、お、怒り、いい表情してんな。驚き、ちょっと怒りのいい表情してますね、これ。素晴らしいですね。はい、という感じで今回は、シュナちゃん、まあ、カンストさせてみたという感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。